皆さんこんにちは、タノエルノです。からのハッピーバレンタイン。はい、ということで今日は、バレンタインの1日 Vlog を撮っていきたいと思います。早速なんですけど、彼氏と今待ち合わせしてて、ちょっとキティちゃんのプリクラを撮りに行くという感じで、はい、連行したいと思います。はい、じゃあね。押すとき合流しました。はい、じゃあ今から、キティちゃんのプリクラ撮りに行きたいと思います。僕から行くよ。ありました、このプリクラで。キティちゃん、あ、本当。じゃーん。じゃあこれ撮ろう。せーの。本当にプリコラボモードに。かわいい。それにしよう。かわいい。撮影ブースに移動するの。ですよ。OK。先輩。じゃーん。メガネ。馬兄弟。What？ のファッションはこういう感じ。今日はめっちゃ暖かくてめっちゃいい気温って感じ。うちやっとやっとなんか私の時代というか私の季節が来たなという感じで嬉しいです。サクが今トイレしてて来ました。しじゃあ行きます。持ってくれん。ということで今から違う、ということで今からルートミン、ルートミンじゃない、油そば、なんていうとこ、え、名前わからん。油そばを食べに行きます。今日なんかチークが濃いです。お腹すいたな。お腹すいた。すいた。だってもう4時、4時、お腹すいたみたいな。いや、お腹すいた。いつも嘘ついてない。嘘ついてない。油そばって言われたらめっちゃ食べたくなってきた。いつもお腹空いてないです。俺だけじゃあ買うからいつも食う。いや、見てたらお腹空くんよ。そういうこと。いいよ。行きます。ちょっともうちょい顔寄りに。その辺ちゃう。これ撮られへん。撮れるこれ。弱すぎるからな。じゃあ一回これで。うん。頑張れ。頑張れ。ここ頑張れ。ここ頑張れ。絶対無理やん、こんな。じゃーん。春日亭。え、美味しそう。やば。ガチ油そばやん。よし、ごちそう。美味しそう。ありがとうございます。うわ、うなちゃんもすごっ。イエーイ。はーい。たらーん。俺の卵だい。美味しそう。いただきます。
はい、一旦こうします。ニンニク入れます。ニンニクマシマシにした。ニンニクいる、結構強いです。油そばで、これワンスタンにしたかったな、うん、絶対に。外に出たら分かる、ニンニク臭。お腹いっぱい。じゃ今からルナンチ寄って。なんで？プレゼントがあるから。ルナンチ寄ってよ。いや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 。こんな格好で。マスクやりました。いやすごいお前やってますわ。早いな展開が。すごいぞこれ。サリですろ。これどうなってんの？今日に限ってしてないわ。ああなるほど、毎日してんのにほぼ。あ、そうな。でもパッと見すぐ分かった、直すけって。マジで嬉しい嬉しい。あんねん、久しぶり。だからなんだよ。そうや、絶対見えへんやん。いや見えてみる。2月29日クールジャパンパーク大阪 WW ホール、あの森の宮大阪城公園のところでやってます。あの NSC 大ライブ、はい、ぜひ来てください。1位になりたいんで投票してください。はい、ゲットバックです。みんな来てね。Okay、ありがとう。だからプレゼントがあるのでルナの家に行きます。写って。せーの、あ、それあげて、せーの。かわいい、かわいいやろ。すごいよ、すごい、ありがとう。どう、かわいい。え、すごい、どういうこと、これ作ったの。うん、作ったの。ダニエル作ったの、うん、ダニエルとキティちゃん。うん、かわいい、食べていい。いい、もったいない、食べんの。食べなくていい。ずっと置いといていい？これずっと置いといていい？ずっと置いといていいよ、腐る。いいよ、別に食べたら持ってね。これじゃないやと思う。にゃーん、なんでしょう。え、何これ、なんだと思う？ドーナツ？ドーナツでした。すごいやん、すごい、かわいいやろ。すごい、めっちゃうまいやん。うまい？うん。かわいいやろ。うーちゃんと一緒に。ちょっとドーナツは美味しいかわかんない。美味しいよ。すごいや。ありがとう。こういう感じです。めっちゃ。かわいい、かわいい、ありがとう。今から
緒に着るの、今日一緒に着るのよ。どこで買ったの？どこで買ったの？どこで買ったって何？ネットで買った。やばすぎやろ。着てみて。一緒に着よう。なんで来るの？世界何しようとそうと思ったらね。なんで来たの？ルナちゃんも上？ルナマークちょっと違うの。すご。可愛くない？可愛いと思うんだけど、どう思う？俺のやつ忍者。俺のやつ忍者。ルナのやつは普通の。これでもちゃんとしてんな。ちゃんとしてるから、ここが欲しいだったり。普通なんか。でこれ被ったら、うん、いいちゃん。なれる。全部これ、ビュッと。ベイプみたいで可愛いね。ベイプの偽物すぎる。ドレッドやから。いいやん。せーの。今からキティちゃんのピザを作るための材料を買いにスーパーに行きます。この服を着てスーパーに買い物に行くことが夢でした。夢が叶いそう。買ってきた。ハロー、キティ。先輩。ブスブスキティができました。できました。キティちゃんピザでーす。いただきます。ダニエル風のピザも作れました。ソフィが作ってくれました。ハッピー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 ハッピはい、ということで、キティちゃんのピザを食べて、サクが作ってくれた
なんか丼を食べて、そしたらあのお腹いっぱいになって眠くなったので、もう寝たいと思います、はい、お風呂も入ってメイクも落としたので寝ます。皆さん今日の Vlog はどうでしたでしょうか。私たちの普段のなんか一日みたいな感じだったんですけど、まあバレンタインなのでバレンタインらしいことができたのかなというふうに思います。はい、ということで皆さん今日も見てくれてありがとうございました。バイバーイ、おやすみなさーい。